今、エアロビクスをやろうと思って、テレビを触ってたら固まって動かなくなっちゃって、ちょうどトイレで長居をしていた夫に、やってもらうことにしました。どうなんですか、夫さん。何が？何が？なんで固まっちゃったんですか？いや、このテレビ壊れちゃったんですかね。したいの。次元。電源を、シャットダウンし。これでもういいの。本当は。私の背中にスリスリしてましたね、今。どうしたんですか？何してるんですか？おい、おい。ほら、それも、お蔵入りやと思う。変化なし。朝食ができました。今日はポテトサラダとキャベツミックス、ヨーグルトバナナ、紅茶です。ではいただきます。
なんか夫が私の真似して背中に手回してますね。ちょっと夫さん何やってるんですか。皆さん、ダイナゴンは知ってますか。このパッケージで有名なダイナゴンは知ってますか。なんでこのパッケージが有名なんですか。ただ勝手にピカちゃんのダイナゴンをあげよう開けようとしています。カンドリピカちゃん、お父様にダイナゴンを取られちゃったね。ダイナゴンって知ってますか。また袋、はい、栗って書いてある。あ、全然俺想像と違ったわ。あ、ダイナゴンが入ってますね。入っとんな。一口で食べちゃう。この男はですね、一口で何でも食べちゃう。また鼻かみですか。栗が入ってますね。美味しそう。栗が入ってますよ。ダイナゴンと栗が入ってますね。美味しそうですね。今日もベランダの平和と安全を守っているのぼるくんです。のぼるくん、よろしくお願いします。洗濯物が干せました。今日は雨が降ってくる予定なんですけれども、今のところ大丈夫そうです。乾くといいですね。ピケちゃん、今からお母様お仕事に行ってくるね。ピカ、今日なんか買ってくるものとかあったかな。最近これが好きなんだよね、うちの夫。もともと私の大好物なんですけど、なんか夫は最近これを食べたらハマり始めました。また昔から好きなんだよね。出前一丁、昨日ローソン100で買いました。キンちゃんヌードルと、もうこの2つはね、私の中のナンバーワンツーを争う中ですね。ナンバーワンツーですよ。もうどっちが1位とかないぐらいにどっちも好き。キンちゃんヌードルと出前一丁。仕事に行きますか。痛い。
座りたい。はい。